河村郁夫さんです。こんばんは。この南セミクジラっていうのは全体にふっくらとしてるんですね。はい。それとこの大きく曲がったカーブしたこの口が、横から見てへの字になってるんですね。そうです。これが大きな特徴で、この眉毛の下に目があるんですね。小さな目が。それもお見逃しなく。撮影場所は西オーストラリア南部のポイントアンというところです。そうです。それで今回は非常にあの貴重なこのクジラの鳴き声も収録できました。ああ、尻尾跳ねてますね。子供がね、ロブテイリングというあの行動ですね。もう遊んでるんですね。バシバシ尻尾でこう叩くっていう、海面を叩くっていう意味ですね。これ潮吹きですね。潮はしょっちゅう吹くんですか？そうですね。また出かけます。果敢に今度は迫っていきますね。怖いんですよこの時もね。ちょっと深いでしょう。でやはりね、視界があんまり良くないんで、どっちから来るかやっぱり分かんなくて、でもね退治したんです、正面から。心の中では来るなっていう気持ちもあるんですよこんなに大きいんだからね。どうなんですか、こう向き合った時の大きさの実感というのは。もう思い出したくないですね。で跳ね飛ばされちゃうでしょうね。本当はね、あの上の方は水上の人たちはやられたと思ったんじゃないですか。この時撮った、ね、絵をねご覧いただきましょうか。はい。クジラが最初に来ました。これはなんか張り子のように見えますけどね何がどうなっているかよく分からないですよね。アメ細工のようなすぐ後ろにね母親がいたんでびっくりしましたね。ドキーンとしましたよ。で尻尾を今ふーっと上げるんですね。威嚇ですか。実はねこれはねそのまま振り下ろすと僕に当たると思ったんです。で避けてくれたんですね。あ、ちゃんとお母さんこちらが気を使ったんですか。そうなんですね。あ、スパイホッピングっていうんです。これ外を見るって行動。チラッチラッ、見てよ。大丈夫だったんですか。戦えなかった。もう不安になっちゃってしょうがないの。そんなの離れるなよ。俺も人とこだよはい、カメラ。怖い怖い。緊張。Good. Thank you very much. 尻尾がね、ぐーっと上げたからやばいと思った。今の方向転換するときね、尻尾上げるみたいね。あ、最近ね。いつもより身振りが大きいですよ。自信に満ちてないな蝉クジラはね1930年代にもう絶滅しかかったんで保護されたんですね。はい。で今はねなんか年 7% ぐらいずつ増えているらしいんですね。でかつての捕鯨船。そうですね。これはね頭をね解体するためのノコギリなんですけども、これで油とか肉とかを取って利用したわけですよね。今は昔のことですね。そうです。伊田さん、白いクジラがいるでしょ。これクジラ、あ、子供のクジラなんですけど、向こう側に親がいるんです。母親がね。あら、子供だけ白いんですか。白いのがね、2、3年ごとに現れるらしいですね。白鯨、まあ、何かワニみたいにゴツゴツと向こう側が親で、随分なんかすごい生き物ですよね。蜃気楼みたいですね。あ、
この今じゃれてますけどね、こういう穏やかなところに浮かんでて、それであのお乳を飲んだりしてるんですよね。伊藤さんね、はい、時々あの母親はね、こうやってのヒレをね上に上げてひっくり返って寝返りを打つように、仰向けになることが多いんですよ。こういう具合にね、完全にあの仰向けですね。これはこれはあのもうおっぱいはもう終わりよっていう合図でもあるらしいですけどね。そのおっぱいなんですけども、ちょっとお腹のですね、引っ込んでるあたりにね、両側にあるんです。目立ちませんね。ちょっとわからないですね。これはそれで、あ、子供がね、なんかまたおっぱいせがんでなんか上に乗っかってきたみたいですよ。千葉なれなかなかできません。そうですね。子供は可愛いけど、それでも5メートルぐらいあるんですよね。これが南セミクジラの口なんですよね。うんやり曲がってますけどね。顔を上げるとも口がかなり大きいんですよね、はい、中どうなってるんでしょうか。上の方にね、あのヒゲが入っててね、下に向かって入ってるんですよ。これがそうですね。で、飲み込んだ海水を、無駄な海水を吐き出してプランクトンだけが引っかかるようになってるわけですよね。今赤ちゃんが口を開けてあくびのようなことをしています。遊んでるのかな。赤ちゃんにもひげがあるでしょうね。なんか伸び伸びしますね、心が。本当ね。あ、いや、赤い、いつもそばにはクジラがいる。1週間もいるとね、やっぱりクジラもだいぶ慣れてくるみたいでね、あ、船にも人にも慣れてきたんじゃないですかね。それでも慌てるのは僕らばっかりで。より良い映像を。そうなんです。でまたシマアジがね、わーっと湧いてたんでね、これは近くにいるぞと。鳴き声だけはね、聞こえてくるんです。はい、会話をしてますよ。声出しますよね。水の中でもはっきり聞こえるんですか。聞こえますよ、よく聞きます。今度は母親の方が先に来ました。目と目が合ってちょっとドキッとするけども、赤ちゃんがなんかおっぱいを飲んでるような感じでしたね。下にくぐってね、ヒレを動かした後っていうのはね、こういう具合にうわーっと泡だらけですよ。これは一頭だけでやってきました。独り言ですね。この音が不思議ですね。なんか電波を走ってるみたいな音ですね。
あの南セミクジラも慣れてきましたよね。声が聞こえるようになったのは何日か経ってからでしたか。そうですね、4日ぐらい経ってからですかね。これでもね、ちょっとこう触ったりでもするとドーンと跳ねてくるんですよ。なんとなくこう認めてくれたのかななんてね思ったりして、そんなことはないと思うんだけど。中村さん、クジラってどういう気持ちで鳴いてるんでしょう。あ、このミナミセミクジラをね研究している学者によると、コミュニケーション、お互いのコミュニケーションは低い声で、交尾の時はね高い声で合図し合ってるらしいですね。あのこのクジラって人飲み込むことなんかないんですか。あんなに近くに寄ってましたけど。そういう例はないけれども、ただ人間の大きさはだいたいこれくらいですからね、これに比べるとね。じゃあもうパクリじゃあります。だから本当に飲み込まれてもおかしくないんだけれども、でもそういう例はないです。ただ体当たりを食らったりとか、またはヒレで叩かれるとか、そういうのはしょっちゅうあるんじゃないですか。ヒレよりも小さいですよね、人間の方。かすっただけで大変なダメージですよね。さて明日は、明日はね、あの主役はこの南セミクジラなんですけども、あのその他に西オーストラリアの珍しい生き物もたくさんご覧いただきます。楽しみです。